橋本ホビーへようこそ。今回はこれ、クルシャルのね P5 プラスっていうね SSD なんですけれども、あれこれ自作 PC の時のやつ2回目と思う方もいらっしゃると思うんですが、安心してください、入ってますよ。違う、2個目ですよ。こっちが自作 PC 作った時のやつかな。で、こっちが新しく買ったやつです。容量は同じく 1TB ですね。またね、全く同じ SSD を買ったんですけど、容量もね、1TB。ということで、まあ最初からね、2TB 買えばよかったんじゃないのって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、自分はシステムドライブとデータのドライブっていうのを分けたいんですよね。なのでっていうか、そうしないと収集がつかなくなりがち。例えば D ドライブにねデータを入れてるとして、容量が足りなくなりましたってなった時に、 C ドライブと一緒だったらさ、パーティションを分けてるだけだったらさ、全部取り替えなきゃいけないじゃん。超めんどくさいよねっていう話で、 D ドライブを別のドライブとしてつけてたら、まあ簡単にね取り替えられるよと。でもちろん故障とかに関しても同じ。要は C ドライブとかってさ、書き込みが OS だったりソフトウェアだったりで頻繁に発生するじゃない。そういうのもあるから、データはね別のドライブに入れときたいなっていうのもあって、別でね準備しました。確かにね1個で 2TB の方が安いんですよ。なんだけど、まあ今回はね 1TB 2つ目をね買いました。もともとはねハードディスクにするか迷ってたっていうのもあるんだよね。でハードディスクだったらレイド組みたかったんだけど、今ハードディスクがさ1万5000円とかしちゃうんだよね。だから2つ買うと3万とかしちゃうからさ、ちょっと高えなっていうことでね SSD にしました。でもしかしたらもう一つねドライブを追加してバックアップのドライブとかにはするかもしれないんだけど、まあまあそれぐらいかなっていう感じなので、今回はねデータドライブも SSD で行くことにしました。でなんかさ、ちょっとパッケージがさ色味が違うよね。まあ両方同じ販売店で両方正規品なんだけどさ、ちょっと前のやつが色が薄いよね。この青い部分とかね、ちょっと濃くなってるなっていうイメージですね。で今回買ったのもねクルーシャルの P5 プラスっていうね SSD なんですけれども、まずは PCIe の Gen4 NVMe の接続ですよと。でスロットは M.2 の SSD になってます。で尾末にね With Heat Sink という風に書いてあるんですけれども、基板がねむき出しのタイプではなくて、ヒートシンクがもうあらかじめくっついてるよという製品になってます。でヒートシンク付きで買ったのは取り扱いが楽だからっていうのもあるよね。カバーされてたらまあ静電気大丈夫っていう気はないですよ。むき出しのとこいっぱいありますから。だけどまあね、いろんなところで事故は起こりにくいので取り扱いも楽だし、まあわざわざねマザーボードのヒートシンクとかつけなくていいので、ネジ1個キュッと締めるだけでできるのですごく簡単かなと思います。で 1TB で、まあ、先ほどありましたけど PCIe Gen 4ですね。でこれはリードかなの性能が 6600mbps ということで、超高速なね SSD になっています。で超高速な SSD なんですが、もっと速いのはあるよ、もっと速いのはあるんだけど、今回ねこれを選んでみました。で他にもね記憶視野とか迷ってたのもあるんだけど、まあまあタイミング的にこれにしたっていう感じ、記憶視野でもいいかなと思ったんだけどっていう感じです。でこれはね DRAM キャッシュが付いてるタイプの SSD ですね。安価なものは DRAM キャッシュが付いてなくて、 NAND フラッシュのね一部をキャッシュにするっていう方式もあると思うんですけど、そうじゃなくて DRAM キャッシュが付いてるものです。 DRAM キャッシュ 2GB とかじゃなかったかな。なので割と大きなファイルをね転送したとしても DRAM キャッシュがね枯渇するっていうことはなかなかないのかなと思います。そもそもの転送速度も速いからねっていう感じです。他にね迷った製品だったりとか、自分がねなんでクルーシャルのね SSD を選んだのとか、そういう話はねちょっと次回というかヨタ話編をねやろうかなと思っているので、まあその時にね話していこうかなと思います。じゃあ今回は早速開封しますか。もうさ、まあ、パッケージに書いてあるバーコードとかはさ大した情報入ってないと思うんだよ、入ってないと思うんだけど、なんかあっちこっち貼ってあるんでさ、いたずら防止で全部バーコードとかをね潰してあります。オープン。
オープン。クルシャル。説明書出てきちゃった。よいしょ。これが本体というか、まあ、ヒートシンク付きのね本体ですね。こんな感じで、ここ貫通穴開いてますね。なんでこういう風な構造にしてるのかよくわからないんですが、おそらくなんだけど、こうバーッと風を当ててさ、ホコリがこう表面に付着したとしても内側の表面積をさ最低限残してるんじゃないかなというようなイメージですかね。で、片面実装だと思うんですが、まあ、ちょっと裏シリアルとか隠したんですが、この裏面もね基板むき出しじゃなくて全部覆われていますね。で、構造としては裏側のやつは薄い金属板ですね、この字の金属板で、上からヒートシンクをくっつけてサイドでビス止め。だからよくアマゾンとかでも売ってる形状のヒートシンクとまあ似たような作りかなと思います。これで1テラだもんね。っていうか2テラとかもあるんだけどさ、だもんね。まあ USB メモリーとかがさ SSD みたいになるわけだよね。安いUSB メモリはねやっぱり USB メモリとしての用途なんだけど、なんかちょっと高いやつでさあるよね、 SSD 的なやつね。で、ちょっと削れてるけど、これはパッケージの方が削れたんだな。うん、大丈夫ですね。手で取ったら取れたわ。粉がついてただけだな。多分パッケージの方削っちゃったんだと思います。で、まあ、ヒートシンクはねアルミのアルマイトだと思うし、サイドとか裏はね分かんない、これ鉄の板金かもしんない。なのでやっぱり表面のね冷却っていうのが強いかなと思います。裏面はねやっぱりそんなに冷却能力高くないのかなっていうイメージですね。で、最近のね NVMe SSD ね片面実装が多いので、まあ表面だけ冷却できればいいと思うんだけどね、裏側はどっちにしてもねマザーボードとの隙間になるんで、まあポストで少し浮いてますけど、そんなにね冷える部分ではないので、まあ片面実装で表側から冷やすっていうのが最近はセオリーなのかなっていう気がします。またね別で取り付け編とヨタ話編かやっていこうかなと思うので、またね興味がある方はね見ていただければなと思います。ということでね、今回はこれぐらいにしてね終わりにしようかなと思います。もちろんねこの数ヶ月この SSD を使ってきて十分ね他の人に対してもおすすめできる製品だと思いました。ということでね、この動画面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もねいただけると嬉しいので気軽に書き込んでいってください。 X とインスタもね始めてますので気軽にね声をかけてくれると嬉しいです。本日はこれまで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。